フリードリー・ヒメルツは、ドイツの弁護士、経営者、政治家。所属政党は、ドイツキリスト教民主同盟。2000年から2002年まで、ドイツ連邦議会で、CD 議員団長を務めた。西ドイツのノルトベスト・ファーレン州ブリーロンに生まれる。1975年にアビトゥアに合格し、兵役を得たアトボン大学及び、マールブルク大学で法学を学ぶ。 ボイン大学では、カトリック系学生団に所属していた。1982年に第一次司法試験に合格。1982年から1985年まで、ザールブリュッケン地方裁判所で司法を務め、第二次司法試験に合格した。1985年から1986年まで、ザールブリュッケン行政裁判所で判事を務め、 1986年に弁護士免許を取得して1989年まで科学工業組合で顧問弁護士を務める。1989年に欧州議会議員選挙に当選し、1994年まで議員を務めた。1994年ドイツ連邦議会議員に初当選。1996年から1998年まで。 ドイツ連邦議会、CD、シエシウ連合議員団財務担当を務める。1998年に CD が野党に転落した後、連邦議会党議員団副団長、ついで2000年2月に辞任したボルフガング・ショイブレ、党首の公認として、連邦議会党議員団長に就任、連邦議会における野党代表となった。メルツは、経済、 財務政策通として知られており、党内では経済リベラル派に属していた。2003年には脱官僚主義を掲げて大胆な税制改革案を発表し、それはビールの紙コースターの上で勘定できる簡略化されたものだった。また遺伝子組み換え食品の導入に賛成し、ドイツに来る移民に対し標準文化の受け入れを要求するなどの意見を持っていた。 しかし2002年の連邦議会選挙後にアンゲラ・メルケル党首が自らの連邦議会議員団長職就任を要求したため議員団長職を譲って副団長に退いた2004年12月には副団長職も辞任した2006年には連邦議会議員の副業とその収入を公開すべきという連邦議会の決定に反対して8人の 同僚議員とともに、連邦憲法裁判所に提訴したが、2007年2月に、帰却されている。さらに2007年には、党執行部との政策方針の違いを理由に2009年、ドイツ連邦議会選挙に立候補しないことを表明し、政治活動を休止すると発表した。連邦議会議員当時の2002年から2004年まで、ケルンの弁護士事務所に所属しており、 2004年からは、ベルリンのメイヤーブラウン国際弁護士事務所に転じている。現在アクサ、ドイツ取引所などの監査役、バスフの経営員、ボルシアドルトムントやコメルズ銀行の相談役を務めている。2009年7月からは、独米友好協会会長に就任、2010年1月からは死去した。 オット・オーグラー・アフラムスドルフの公認として、HSBC トリンクハウスの経営委員に就任した。2017年には、ノルトライン・ベスト・ファーレン州のブレグジット担当食卓に任命された。メルケル首相が2018年末の任期限りで、投手戦に出馬しないと表明すると、アンネグレート・クランプカレンやイエンス・シュパーンと共に、次期投手戦への出馬を表明した。 11月に古田選挙区での CD 幹部会で正式に候補者としての推薦を受けた。これはボルフガング・ショイブレ前党首ら党内保守派の後押しがあるものと推測されている。12月に行われた党首選では得票率48.25%でクランプカレンに僅差で敗れた。党首選敗北後財界に戻り資産運用会社ブラックロックでの 監査役としての活動を再開した。2018年12月のインタビューで大臣職への希望を表明していため、クランプカレンは自身が組閣した際には閣僚として迎える用意があることや、シーリの経済政策での共同を表明した。メルツは2019年3月にシーリ経済委員会の副委員長に就任した。 2021年1月16日の党首選挙に出馬し、第1回目投票では385票で1位となり、380票で2位となった、ノルトベストファーレン州首相のアルミン・ラシェットと共に、決選投票に進んだ。投票の結果、メルツは466票の獲得にとどまり、581票を、 獲得したラシェットに逆転され、新党首の座を逃した。9月の連邦議会選挙での敗北の責任を取り、ラシェットが党首を辞任し、公認を選ぶ、党首選挙に出馬した。12月17日、党員投票で、約62%を得て、新党首に選出された。判事である夫人との間に賛辞があり、アルンスベルクに自宅がある。アマチュア無線を趣味としている。 ありがとうございます。